おい、カイドウをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよ、ギザを。え、こら、人の話聞いてねえのか、バカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだ、カイドウ。そんな負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろ。これじゃまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。倒すだけか。やるぞ麦わら。承知しねえぞ。行くぞ。止められるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。You're a-
さねえぞ、麦わら。命取られる覚悟はできてんだろうな。死にな。うるせえ。お前こそ俺の邪魔するな。来い、一歩。俺の力、思い知らせてやら。俺の計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、もう逃げねえ。最悪の世代、生意気なガキどもが。俺に盾つくんじゃねえ。本当がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。ただの海賊ごっこだ。けど、カイドウ、あえバカ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと。図に乗るな、麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲良く死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。
ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。おお、晴れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー D ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の実を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。
よし、やるか。ヒーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは桜花七部海、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかしその英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとはみんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができればアラバスタは救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。あ、やっぱり来たか、この国へ。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここで必ず捕らえてやる。とりあえず逃げるしかねえ。走り、海兵どもを緊急招集。町をくまなく回って麦わらの一味を探せ。麦わらの一味が？了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろー。え、やめときな。お前は煙だろうが俺は火だ。俺とお前の能力じゃ勝負はつかねえよ。てめえか。白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガス・ディ・エース。弟をね、探してんだ。エース。変わらねえな、ルフィ。逃さねえぞ、麦わら。諦めな、俺とルビーは止められねえよ。反面し、
話は後だ。協力して片付けちまう。ストライク。なんですぐに海軍に見つかってんのよ。大体行くぜ。余計な真似しやがって。余計な真似をするのはこれからだ。この国で何を企んでやがる麦わら。くそ、すごいな煙。行くぜ。マゴムのバズーカ。ホワイトこれで決める。これは増援を連れてくる。お前らは奴らを足止めしておけ。蹴散らすぞ。任せとけ。エース。逃げるしかねえ。お
ちもできない。早いとこカイヌンを巻かないと。お前らどこへ逃げる気だ。お前ら急げ、敵の増援が来ちまう。そこの女、お前も麦わらの一味だ。待て、私はただの踊り子よ。聞いてない。ちょうどよかった。こいつらぶっ飛ばすの手伝ってくれ。この野郎、トナカイをバカにするのか。相手になるぜ。その覚悟があんならな。助かったぜ。早くみんなと合流しないと。
したくねえ。Let's go!
スモーカー大佐と連絡が取れん。麦わらはどこだ。今のうちに敵を撒くぞ。兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか。あ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して一回も勝ったことなかった。あんたが一度も生身の人間に。そうさ、負け負けだった。でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てるって。ああ、こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これをお前に渡したかった。あ、髪切れじゃんか。そいつ思ってろ、ずっとだ。その髪切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。もう行くのか。ああ、俺は今重罪人を追ってる。最近は黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。奴は海賊船で最悪の罪、仲間殺しをして船から逃げた。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。へっ次に会うときは、海賊の高みだ。エース、またな。来いよ、高みへ、ルフィ。やったな。
反乱軍は王都に近い町に本拠地を移したみたい。もう時間がない。大丈夫、きっとまだ間に合うわ。とにかく先を急ぎましょう。やめた。は？おいルフィ、早く行って反乱軍を止めなきゃ。お前100万の人間が激突してエレー自体になっちまうんだぞ。つまんねえ。何を、こら！ビビ、俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ。反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのか？その町についても俺たちは何もすることはねえ。海賊だからな。こいつは考えもなしにたまに確信をつくよな。お前はこの戦いで誰も死ななきゃいいって思ってるんだ。国の奴らも俺たちもみんな、七部会が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、みんな無事ならいいと思ってるんだ。甘いんじゃねえのか。人は死ぬぞ。やめてよ、そんな言い方するの。今それを止めようとしてるんじゃない。なぜ誰かが死ななきゃいけないの？悪いのは全部クロコダイルなのに。じゃあなんでお前は命かけてんだ。この国を見りゃ一番にやんなきゃいけねえことくらい俺だってわかるぞ。何よ。お前なんかの命一個でかけ足りるもんか。じゃあ一体何をかけたらいいのよ。他にかけられるものなんて私何も。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ、仲間だろうが。本当はお前が一番悔しくてあいつをぶっ飛ばしてんだ。教えろよクロコダイルの居場所。オーダー受けたまわりました。クロコダイルのいるレインディナーズを目指したルフィたちだったが、再びスモーカーに追撃され、ビビ、サンジ、チョッパーとはぐれてしまう。スモーカーともどもレインディナーズに突入したものの、ルフィたちはクロコダイルの罠によって捕らえられてしまった。
巧妙な罠だ。ああ、しようがなかった。避けられた罠よ。後先考えずに突っ込むなんてバッカじゃないの、あんたたち。まったくだ。あんたもよ。こんな時に私たちを追い回すからこんなことになってんじゃない。共に死にゆく者同士仲良くやればいいじゃねえか、クロコダイル。ああ、噂通りの野犬だな、スモーカー君。アナから俺を味方とは思ってくれてねえようだ。だが正解だ。てめえには事故死してもらうことにしよう。小物相手によく戦って。あいつが七部会の一人か。お前がクロコダイル。まあ、そう吠えるな。ちょうど頃合い、パー違うか？ミス・オール・サンデー。ええ、間もなく反乱軍がアルバーナに向かって動き出す。さて、俺たちは一足先に失礼するとしよう。アルバーナで大事な用があるんでな。プル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 。何？こちらはクソレストラン。てめえ、一体何者だ？俺か？俺はミスター・プリンス。うちのクルーたちが世話になってるようだな。ミスター・プリンス、今どこにいる？そりゃ言えねえな。言えばお前は、手こずらせやがって。もしもし、レインディナーズの前で妙な男を捕らえました。ガチャ。こりゃいい。言い忘れてたが、この部屋はじきに。よし、上出来だ。いい演技だったぜ。これでボスはここへ現れる。よくも俺を出し、覚悟しやがれ。もうさ、見ろチョッパー、さっき俺たちが暴れた場所に敵の仲間が群がってきた。あいつらも倒してボスの注意を引けばいいんだな。見てろクソども、コリレポール、アンチマナー、コリレポール、ジュシュート。なんだお前、ここら辺じゃ見ねえ顔だよ。悪いな、少しの間眠ってもらうぞ。に行ってみんなを助けねえと。クリレポール、チマナーチックコース。クリレポール、チマナーチックコース。
ティックコース。コリレポール。俺の名前はミスタープリンス。覚えとけ。ティックコース。なんだそれ。おい、お前知らねえか。知ってるさ。俺が騒ぎの張本人だ。エロクソども。コリレポール。ジョーシュート。トリレポール。ジマナーティック。トリレポールコントレスト。ジョーシュート。ロケット。くたばれ。ストラハッシュ。レセプション。カジキュー。ジャーシャット。トリレポール。ジマナーティック。トリレポール。アンチマナーティックコース。トリレポール。アンチマナーティックコース。トリレポール。アンチマナーティックコース。おい、お前がミスタープリンスだな。暴れやがって。覚悟しろ。名前が知れてきたな。この調子だ。アンチマナーティックコース。ジョン。これでボスはここへ現れる。シュート。よく俺を出し、覚悟しやがれ。ノーサミーロ。チョッパー、さっき俺たちが暴れた場所に敵の仲間が群がってきた。あいつらも倒してボスの注意を引けばいいんだな。トリレポール。なんだお前、そこら辺じゃ見ねえ顔だが。悪いな、少しの間眠ってもらうぜ。トリレポール。コントレットセル。トリレポール。アンチマナーティックコース。トリレポール。アンチマナーティックコース。トリレポール。アンチマナーティックコース。俺の名前はミスタープリンス。覚えとけ。トリレポールコートレット。ジュースシュート。トリレポール。何のさ。おい、お前知らねえか。知ってるさ。俺が騒ぎの張本人だ。シュート。
いつ？ストラ発進！トリネポーズ！自慢は敵でかわす！トリネポーズ！自慢は敵でかわす！お前がミスタープリンスだな。覚悟しろ。名前が知れてきたな。この調子だ。どういうことだ。何が起きてる。おい、ミスタープリンスと名乗る男が町のあちこちで暴れ回って。あいつがボスだな。見つからぬように橋を渡ろう。橋の前の奴らを片付けりゃ一丁上がりだ。よし、行けそうだな。先を急ぐぞ。トリエポール、ジマナーチェック。トリエポール、ここにはいねえようだ。ジュシュート、トリエ。みんな。ディリー、なんとかしろ。ここから俺たちを出せ。急がないと、もう内乱が始まっちゃったの。もう少しだけ我慢してて、必ず助けを呼んでくるから。私は絶対にみんなを見捨てたりしない。一体何があったのかしら。全部作戦通り。サンジさん、場所を教えてくれるかい。プリンセス、エポール、トリエポールコートレット、ジュシュート、トリエポールコートレット、力を貸して。ジュシュート、トリエポール、一番は結果かわーす。トリエポール、ジマナーチェックかわーす。トリエポール、ジマナーチェック、トリエ、トリエポール、ジマナーチェックかわーす。
フィーさんたちは檻の中なの。早く鍵を探し。あれは。チックコース。トリレボールコートレット。ジュースシュート。トリレボールコートレット。黒子大名。私を仕留めた気だろうが、安全な場所で身を潜めていたがね。てめえがミスタースリーか。おい、檻の鍵を知らねえか。サムさん、ミスタースリーのドルドルの力で檻の合鍵を作れないかしら。え、シュート、ジャンプ、トリレボールコートレット、シュート、シュート、カジキュー、ジャンプ、トリレボールコートレット、シュート、シュート、これが誰だか知らんが、麦わらの味方には協力せんがね。くだらないこと言ってねえで、さっさと力を貸せ。力がねえ。トリレボールコートレット、くたばれ、エクストラ発進、ヘブ。あばよ、クソワニ。あの雑魚どももう許さん。即刻この手で皆殺しにしてやる。さっきの部屋はもう湖に沈んだか。間一髪だったぜ。おい、生きてるか、ルフィ。ったく、能力者ってのは厄介なリスク背負ってんな。ロロノは、なぜ俺を助けた。船長命令を聞いただけだ。こいつの気まぐれさ。別に感謝もしなくていいと思うぜ。クロコダイルはどこだ。あ、気がついた。うわ、煙、やんのか、お前。行け。今回だけだぜ。俺がてめえらを見逃すのは。次に会ったら命はないと思え、麦わらのルフィ。向こう、東へまっすぐよ。俺、お前嫌いじゃねえな。さっさと行け。ほほー。